今回の無得性だけでマス5球を目指すわ。ハイパーボール級の対戦です。この動画は生配信の編集版です。前編は生配信をご覧ください。さて、ハイパーボール級初戦の相手の伝説枠はクロバドレックス。パーモットがいるので、初手クロバドレックスから来て、気合のたすきパーモットで再起の祈りをして、バドレックスサイド降臨が考えられる。なので、初手はいつも通りアグリボンにして、パルキアグリボンの2匹を選出。そして特殊ポケモンが多いので、特殊受けのガラルやドキング。この3匹選出でハイパーボール級の初戦を戦います。相手の初手は予想通り、クロバドレックス。アグリボンの素早さ種族値124に対して、クロバドレックスは150。なので、素早さ関係を逆転させるためにしびれゴナを選択。クロバドレックスのアストラルビットは、アグリボンの気合のタッチ圏内まで削られます。バドレックスの持ち物は命の玉か。しびれゴナを当てていく。このアグリボン、結構な確率でしびれゴナ当てるんだよな。パーモットの再起の祈りを警戒して、ムーンフォースではなく、ネバネバネットで後続にターンをかけます。アストラルビットでアグリボンが倒され、出していくのは無特性パーティーの伝説枠のパルキア。相手の交換やしびれを期待して、一旦身代わりを選択。交換はしてこないか。はい、爆野道。ハイパーボール級に来るまで運の下振れを引いていたので、当然だな。ハイドロポンプで倒してくれないか？はい、強い。これが伝説ポケモンの火力なんだよな。使用率圏外でもさすが強いぜ。次に出てきたのはパーモット。ネバネバネットの効果で素早さが下がり、パルキアの方が速くなる。気合のタスキを持っていそうだが、悪空切断で倒せるか？やはり思っていた通り、気合のタスキか。再起の祈りしてきそうだな。パーモットが再起の祈りをしてきて、クロバドレックスを復活させてきました。ここまでは正直、選出時に想定した通りの展開です。命中安定技のテラバーストで倒します。マッハパンチあるよねー。さすがに身代わりは壊れそう。壊れないだと？さすが、伝説ポケモンの耐久力だわ。コメントであった通り、パーモットが特定鉄の拳でも、乱数で身代わりは壊れないようです。そして次に出てきたのは暁ガチグマ。これはさすがにテラスタルを切ってきそう。ハイドロポンプを耐えられた場合、ハイパーボイスで倒されそう。ガチグマはノーマルテラスタルをしてきたが、持ち物次第ではハイドロポンプで吹っ飛ぶぞ。ほら、突撃直帰ではなかったようです。当倍でも一撃で倒す、パルキアの火力半端ないな。相手は HP が残り半分のクロバドレックスのみ。麻痺状態は解消されていますが、ネバネバネットで素早さが下がるため、パルキアが先制できます。悪空切断は命中率 95% で外れることがあるので、命中安定技の鋼テラバーストを選択したところ、コウさんが選ばれ、対戦に勝利しました。ハイパーボール級の初戦は気持ちよく勝利し、引き続き動画内2試合目。相手の伝説枠はブラックキュレム、そしてアローラキューコンがいます。こういうパーティーに対して、初手に選出するポケモンは決めていて。それは、投げつけ猿です。残りはブラックキュレム対策に物理受けの石変人。そして伝説枠のパルキアの3匹選出で戦っていきます。
相手の初手は羽ばたく神からか。後続は石変人、パルキアと羽ばたく神に強くはないので、初手に来るのは正直悪くない。持ち物はブーストエナジーではないのが分かった。では、鋼テラスタルアイアンヘッドで倒しに行きます。なぜこういうパーティーに投げつけ猿を初手に出すかというと、初手アローラ級コンのオーロラベイルからの、ブラックキュレムの釣りを阻止するためです。そしてこだわり使わせなので、羽ばたく神の上から行動ができる。羽ばたく神の持ち物8愛のタスキか。ひるみまーす。これだから、スカーフアイアンヘッドはやめられない。ムーンフォースを選択してるだろうから、ひるまなかったとしても、そんなにダメージは入らないとは思う。ここでブラックキュレムが出てくるってことは、さすがに電気テラスタルを切ってきそう。電気テラスタルして、竜の前が考えられるので、さすがに交換した方が良いな。半減だと全然ダメージが入らないと分かっているので、一旦パルキアに交換します。ブラックキュレムはやはり電気テラスタル。そして思った通り、竜の前を選択してきました。ここまで読めていた展開ではあるけれど、なんかブラックキュレムに全抜きされそうな気がしてきた。ブラックキュレムはさらに竜の前を積んできました。あれ？これ、やばくないか？倒せ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 。悪空切断は急所に入らず、倒すことができない。こだわりスカーフ投げつけ猿よりも確実に上を取られているし、あとは物理受けの石変人に望みを託すしかない。ブラックキュレムの攻撃を耐えて、ボディプレスで倒せるか？石変人、勝ったすぎ。攻撃2段階上昇したブラックキュレムのクララバリが全然入りません。5回命中するも、ちゃんと耐えて、ボディプレスで倒していく。伝説環境もなんのその、石変人の物理耐久が高すぎる。硬すぎて石変人の特性を間違える人が発生し、相手の最後はアローラ球根、投げつけ猿のアイアンヘッドで決まりだなと思っていたら、コウさんが選ばれました。そして、ついに目標のマスターボール級の昇格戦となりました。昇格戦の相手の伝説枠は白バドレックス。クレセリアや暁ガチグマがいるので、トリックルームや三日月の舞を絡めてきそう。なので、今回はアグリボンをお留守番にして、初手からパルキア、白バドレックス対策の石変人を選出して、安定して活躍ができそうなグリジュラス。昇格戦はこの戦術で戦っていきます。相手の初手は白バドレックス。初手から伝説ポケモン同士の対面になりました。トリックルームの可能性もあるし、一旦悪空切断でダメージを与えます。え？勝ったすぎじゃね？白バドレックス耐久やばすぎんか？そしてブリザードランスは、めちゃめちゃダメージ入るやん。同じ伝説ポケモンでここまで火力と耐久変わっていいのか？悪空切断はもちろん耐えられ、不幸中の幸いですが、パルキアが玉ダメージで倒れてくれたので、バドレックスの白の稲垣が発動せずに済みました。なお、ダメージ計算してみたら、白バドレックスの持ち物は突撃直帰でした。白バドレックスの HP が残りわずかなので、ブリジュラスのラスターカノンで倒そうとしていたら、相手は炎テラスタルで受けに来ました。なので、ラスターカノンは全然入りません。10万馬力はどうにか耐える。炎テラスタルしてくるなら、メテオビームでよかったなぁ。すると、ここで相手は交換してきて、出てきたのはクレセリア。これは嫌な予感がするぞ。
いや、攻撃が外れる嫌な予感じゃなくてさ、HP わずかの白バドレックスを引いて、クレセリアが来たってことは、かなりの確率で三日月の前をしてきそう。なので、ここは三日月の前より、メテオビームを選択。簡単には白バドレックスの HP を回復させないぜ。あ、トリックルームはヤバすぎるって。この後は、予想通り、クレセリアが三日月の前をしてきて、白バドレックスが出てきました。やっとの思いで HP を赤ゲージまで減らしたのに、三日月の前の効果で、なんと HP は満タンに。さらにトリックルームかなので、上からブリザードランスでブリジュラスが倒され、こちらの残りは物理耐久ガチガチの石変人。10万馬力よりの活体減らしたりは意味なし。一段階上昇、住所ブリザードランスをギリギリで耐えるも、次のターンにブリザードランスで倒されました。マスターボール級の昇格戦は、白バドレックスの耐久力と火力に、完敗しました。あの後はなんやかんやあり、再びマスターボール級の昇格戦です。相手の伝説枠はクライドン、そして羽ばたく神もいるので、いつも通り初手アグリボンからの、パルキアでいいでしょう。そしてラスト1枠は、ブリジュラスとヤドキングで悩みましたが、幅広く対応できそうなブリジュラスを選出。この CS ブッパ3匹の基本選出で、次の昇格戦を戦っていきます。相手の初手はブリジュラスから。タイプ相性は悪いですが、後続にコライドンと羽ばたく神が控えていると思うので、一体ネバネバネットから入ります。これでパルキアが先制することができます。相手のブリジュラスは初手らしくステルスロックから。ブリジュラスは特殊耐久が低いので、ムーンフォースは結構入るはず。なかなかのダメージ。徹底抗戦。しかも、外れていく。ブリジュラスが自滅しました。アグリボンの気合のタスキが残っているのは、結構助かるな。ここで羽ばたく神から来るか。羽ばたく神は素早さが下がる。そして、持ち物はブーストエナジーか。素早さは勝っているし、しびれ5縄外しが怖いので、素直にムーンフォースを選択します。まあまあなダメージ。お気に上げ。ブリジュラスでステルスロックを巻いて、羽ばたく神が置き土産をする?なんて豪華な起点作成なんだ。この場面で出てくるのはもちろん、コライドンです。ネバネバネットを巻いてあるので、今はアグリボンの方が早く行動できます。ただニトロチャージを積んできて、素早さ関係を逆転してきそう。なお、ここからは生配信時の音声でどうぞ。コナ当てろコナ。コナ当てたら打ってマジで。アジ当てろコナ。コナ当てろ。マジでコナ当ててほしい。本当に当てて。本当に当ててここ。ここのコナ当てたらマジであるって。マジであるって。あるって。ナイスー来たー。来たぜ。は?んじゃそら。あ?やめてくれって。やめてくれって。やめろって、それ。もう一回当てて、もう一回当てて。お願い、もう一回、やめて。お願いだって。ああ、もうダメダメ、無理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 。ああ、無理無理無理。ああ、無理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 。無理だって。無理だってそれ。無理無理。ああ、無理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 。ああ、無理無理。はい、無理だ、無理無理無理。ああ。クレドラ打ってくんのかな。
ッケー。来た。いけ。あ、これメトロビーで倒せるでしょ、これ。いけ。いけるよね。プラス1段階上昇だぜ。いけろ。いけ。お願い。当てて。いけ。いけ、無理です。来たー。どうしたー。あぶねー。危なすぎる。ナイス、ブリジラス。はい、マスターボール級達成。順位は27,000位。思ったより高いかな。いやー、頑張ったな。昇格戦何回やったんだよ、本当に。5回ぐらいやった？あー、おめでとうございます。ありがとうございます。今回もね、無事、マスターボール級が達成できましたと。次回の縛りなんですけど、これもまだ、やるかどうかまだ、決めてはないです。縛りマスボ級見たいっていう方がいたら、高評価ぜひお願いします。高評価、コメント、再生回数、それこそが、モチベーションにつながるものになりますので、ぜひね、お願いします。今後もね、動画は投稿していこうと思ってますので、まあ、そして生配信も、時間が合えば来ていただきたいと思ってますので、ぜひぜひ、これからもごひいきによろしくお願いします。では、お疲れ様でした。